茜香。うん。お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え？私たちの赤ちゃん。そこにも奴らが来て、だからもう逃げるしかなくて。わかった、今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。赤根、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。赤ちゃんはロッカーに。本気？大丈夫だ、赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。お願い。赤根。おい、いたぞ。女だ。行け行け行け。おい。赤根。女。くそ、どこ行った。おい、早く探せ。待ってろ、待っててくれよ。何なのあれ。マジでやべえわ。ダキ、入ってくれ。警察に通報する。グレおい、大丈夫か。しっかりしろ。どけ。赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマサトを見てくれた医者は、低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。ナトコも、いや、一分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの
仕方なかったじゃないですか。エイジ、ナザトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんて、そんな。結局アカネとはそれぎりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合ってしまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当世のとはいえ、お前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。しけた話はこれまでだ。さあ、とっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。へい。